国際宇宙ステーション材料曝露実験とは宇宙環境曝露実験の一つであり国際宇宙ステーションを利用して行われる材料曝露実験の一つである実験対象とする材料を宇宙空間にいて長期間曝露状態に置き劣化等を受ける影響を調査することを目的として国際宇宙ステーションの外側に実験装置を取り付けて行われる 日本語名称に決まったものはまだ見当たらず、国際宇宙ステーション利用材料曝露実験、材料曝露実験などとも呼ばれる。ミッセ計画は、アメリカ航空宇宙局、民間企業、アメリカ国防総省などによる、低軌道、正式軌道、惑星間空間などでのミッションに用いられている、または、将来用いられる材料や、部品の性能、安定性、 長期間にわたる耐久性などの評価を行っている。68ヶ月間低軌道にあった後、1990年に改修されたロングデュアレーションエクスポージャーファシリティでは、宇宙機の多くの材料や部品が厳しい宇宙環境にさらされた。地球の低軌道で最も多く見られる各種である、原子状酸素は、合成樹脂や一部の金属との反応性が高く、 激しく侵食する。大気圏というフィルターがないために、紫外線もまた強烈である。放射線は多くの合成樹脂や塗装を劣化させ、曇らせる。宇宙の真空もまた多くの物質の物理特性を変化させる。宇宙人やスペースデブリとの衝突も宇宙空間にさらされたあらゆる物質にダメージを与えうる。 これらすべての複合効果が宇宙機に及ぼす影響は宇宙でしか研究することができない。ミッセは STS-76 でミールのドッキングモジュール外部に取り付けられ、1年以上後に STS-86 で回収されたミアエンバイロメンタルエフェクツペイローズの直接的な後継者である。ミッセ計画でテストされた資料は1508種類に及ぶ。 資料は、スイッチやセンサー、反射鏡といった部品から、重合体、被膜、複合材料のような材料まで広範囲にわたる。また種子や胞子評価済みの様々なタイプのバクテリアなどのような、生物由来の物質もある。ミッションで使用される各種の材料は、選ばれる前にまずそれぞれ実験室内で、テストされなければならない。 最後のテストが宇宙環境への暴露である。実験室では一度に一つの特定の環境を再現することしかできないが、宇宙では一度にすべての環境にさらすことができる。ミッセは新しい材料を試すだけではなく、通信衛星の太陽電池を早期に故障させてしまうような、すでに使用されている材料に関する問題にも取り組んでいる。 より長い寿命が期待される新世代の太陽電池もテストされることになる。ミッセでは人工衛星の吸熱と放熱を左右する被膜材についてもテストする。宇宙の敵対的な環境は使用されている被膜の有効寿命を縮める。宇宙においてより安定性が高くより長い有効寿命を持つと期待される新しい被膜もテストされることになる。ミッセは 有人火星探査の大きな問題である惑星間空間における高エネルギー宇宙船から乗組員を保護する手段についても取り組むことになる。軽量化されたシールドの新しいコンセプトがミッセでテストされる。太陽母やインフレータブルな大型の反射鏡やレンズなどのために超軽量な薄膜構造が計画されている。 微小な宇宙人がそれらの材料に衝突した場合の効果についても研究される。ミッションに選ばれた資料はスーツケース上の PEC に入れられる。PEC は ISS との輸送に用いられる。それらは船外活動によって ISS 外部の実験装置の固定場所か手すりに取り付けられた後、蓋を開いて資料を暴露させる。暴露期間中に 船外活動が行われる場合、もし機会があれば、ミッセの資料の劣化の様子が写真撮影する。曝露期間を終えた後は、ミッセは展開された時と逆の手順で回収される。ミッセには時間の経過、またはサンプルに何らかの変化が生じた時点を記録するために、能動的及び受動的な計測装置が備えられている。地上へ帰還した後、 資料の劣化状況の評価や、曝露の影響を測定するためのテストが行われる。これらのテストによって、材料物質が宇宙空間に耐えられるほど強靭かどうかが判断される。本来の計画では、ミッセマイナス1と2は1年間、ミッセマイナス3及び4は3年間展開されることになっていた。コロンビア号空中分解異事故によって、スペースシャトル艦隊が、 活動休止を余儀なくされたことにより、これらの計画は変更を求められた。ミッセマイナス1と2は3年間、ミッセマイナス3と4は1年間行われることになった。ミッセマイナス21番目と2番目の実験装置セットは910種類の様々な材料のサンプルを積んで2001年8月10日に STS-105 で打ち上げられた。それらは クエストと高圧ガスタンクの手すりに取り付けられた。2005年7月30日に STS-114 の最初の船外活動で両方の実験装置は回収された。STS-118 ミッション中に回収されるミッセ -33 番目と4番目の実験装置セットは875種類のサンプルを すんで、2006年8月3日に ST、STS-121 で打ち上げられた。第13次長期滞在のクルーによって、ミッセ -3 は、高圧ガスタンクの一つに、ミッセ -4 は、クエストの外側に取り付けられた。1年後の2007年8月18日、STS-118 の4回目の、船外活動によって、それらは回収された。 ミッセマイナス3と4にはおよそ800万粒のバジリコの種子が積まれ、宇宙科学への興味をかきたてるために、それらを子供たちに配ることで、教育目的にも役立った。打ち上げ前のミッセマイナス5。左は不維持、右は屈曲性材料サンプルを取り付けた金の熱、遮蔽膜で覆われたピークサットマイナス2。5番目の実験装置セットは、254種類の サンプルを積んで2005年7月26日に STS-114 で打ち上げられた P6 トラスに取り付けられ1年後の2006年9月15日に STS-115 の3回目の船外活動で回収されたミッセ -5 は3つの研究課題を含んでいた実験の一つは将来の宇宙機で使用するための36種類の 太陽電池の性能試験で、フスと呼ばれていた。二番目の課題は200種類以上の曲げ伸ばしできる、材料の宇宙環境での劣化を測定することだった。三番目の実験は、ピークサットにザットプロバイデッド、A コミュニケーションズシステムテステッドザアマチュア、サテライトサービスオフザ、シェルフソリューションフォーテレメトリーコマンドコントロールに、関係していた。ミッセマイナス5は、 ミッセシリーズで最初の能動的実験だった。電力を必要とし、また地上とピークサット2との間で盛んに更新が行われた。6番目の実験装置セットはミッセ 6A 及び6ビットと呼ばれ、400種類以上のサンプルを積んで2008年3月13日に STS-123 で打ち上げられた。 3回目の船外活動で、コロンバス外部のペイロード設置施設に取り付けられたが、最初はケースがしっかりと固定できなかったが、5回目の船外活動で取り付けられた。ミッセマイナス 6A、6ビットは ST、STS マイナス128で回収された。7番目の実験装置セットミッセマイナス 7A 及び7ビットは ST、STS マイナス129で運ばれて、 エクスプレス補給キャリア上に取り付けられ、STS-134 で回収された。ミッセ -8 は STS-134 で運ばれ、ミッセ -7 を回収した後のエルク -2 に設置された。また、STS-135 ではミッセ -8、オーメート3が同様に設置された。ミッセ計画は、 ラングレー研究所によって運営されるコーポラティブ、エンデバーである。関連する組織には、ジョンソン宇宙センター、マーシャル宇宙飛行センター、グレン研究センター、アメリカ空軍調査研究所の材料研究部門、そして、ファントムワークスが含まれる。スペースシャトル ISS ミッセの調整は、はアメリカ空軍の、スペースシャトル &ISS スペイロードインテグレーション。 ディレクターアットによって行われる。ありがとうございます。